初手惚れされた時だけ巨人になってしまう人。うわーバレル来た。うわーうっとねうわ初手ほが違うって。これ施設も取るでもねえし。うわやっば。ライドです。ということで今日もやっていくんですけど、今日はね、ペッカですね、やっていきたいと思います。で今日ですけど、ペッカをね、まあ、基礎講座ということでね、ペッカの基礎、まあ久しぶりにね、最近なんか実況が多かったので、ね、解説もねやっていこうかなと思います。で基本の動きなんですけど、相手にね結構なんだろう、ユーノとかゴーストとか、エレキとかマジアチャとかの、まあ、大体工場は逆サイに出すとかってわかるじゃないですか。で、ペッカは防衛として、ジャイとかゴレの動作に出すってわかるじゃないですか。ただ、ここの4体がめちゃくちゃね、ペッカ工場がね、難しくなっちゃってると思うんですよ。この4体のせいで。なんで、軽くね、まあ、テンプレの動きとして解説したいんですけど、まず、工場とか、ユーノとかゴースト後ろから出すじゃないですか。で俺は基本的には、その後ろから出して10エリになるじゃないですか。橋渡るときぐらいに。そうなったときに、ユーノとかゴースは逆サイドに出します。そう。で、理由は、プリンスとかね、ミニペッカとか、そういう火力が高いカードが来たときに、結構ね、なんだろう、そのまんま、なんだろう、受けられちゃうんですよね。そう。だから、その、工場とかをプリンスとかミニペでこうやって縛くじゃないですか。もしは、ペッカとかね、メガナイトが出てきたときもそうなんですけど、そういうときにね、そのまんま同サイドにユーノとかゴーストも行っちゃうんで、そのね、効率よくね、ああ、ラッキーっつってまた流れてきたっつって、こうやってプリンスでね、サクサクね、こうやってやられちゃうんですよ。なんで、そういうことも、考慮して、俺はね、逆サイに出すようにしてます。はい。なんでね、まあ、まあ、俺のね、やり方なんですけど、ユーノとかゴーストとか工場は、後ろから出したユニットの逆サイですね。逆に、エレキとかマジアチャは同サイに出します。はい。で、ね、理由はですね、まあ、遠距離ユニットなんで、まあ、そのプリンスとか、まあ、ミニペとかね、まあ、ペッカとかメガナイトとか、来てその工場をね、受けたとしても、遠距離ユニットなんで前にねカードを挟むことができるんですよ。例えば工場でね、まあ延命したりだとか、まあエレキの前にペッカを置いてそのプリンスとか、ミニペから守ったりすることもできるんですね。なんで遠距離ユニットは基本同サイで、ユーノとかゴーストとか工場は基本逆サイで、ペッカはまあ端前に出したり後ろから出したりっていうのは結構難しいんですけどね。まあそこはねやりながら解説していきたいなと思います。ということでやります。で後ろから出すとき、まあジャイに、ね近いですね。端前に出すときと後ろから、ペッカを出すときはジャイに近いで、ジャイ使ったことねえからわかんねえよって人は、まあ基本的にですね、そうですね、うん、ペッカとかは、その相手のね、ホグとか、そういう主力のカードを守り終わった後に、後ろからペッカを出します。そうすると相手はね、逆サイを攻めれないので、そのペッカにね、対して、マスケなりね、なんなりカードを出すことしかできないので、相手をね、一方的に防衛に回らせることができるんですね。はい。なんでまあ、とりあえず最初はね、こうやってユーノとかを出していきますね。せい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 と。で、こういうヒーラーとか来たらね、ペッカ行っちゃっていいです。はい。ヒーラーにはペッカ、覚えてください。ヒーラーとかね、やっぱね、こういうなんだろう、エレキとかマジアチャとかでやってもちょっとね体力が高いからわちゃわちゃすると一発で持っていかないんですよ。こいつ回復しちゃうんですよ。そう、あんまね、あんま多分ねヒーラーの特性知らない人ね結構いるかもしれないんですけど、こいつね回復しちゃうんですよ。そうなんでね、危ないんでこういう感じで、で遠くでエレキで芝いてあげると、はいはいはい、でこういう感じで、まあ、芝木に来たらまあ離してね、離してあげて、よいしょ、こういう感じで延命します。もともとね 何か来たら延命するって思っておけば大丈夫ですね。でここに対して多分ヒーラーがダクネーとかがね、あそこら辺 OKOKOK 来るんで OKOK、 こっちはね OKOK、 ザップタンクでも突破できそうですね。 OKOK、 さあいいですよ、いい感じですよ。まあこんな感じですね。はい、基本的にはそんな感じです。で、まあ、これやることないんでね、まあ、後ろからエレキでもいいんですけど、まあ、エリゴレとかだと思うんですよね、多分。エリゴレとかだと思うので、流行りのね、オーブンエリゴレが、はい、あるんで、まあ、これはね、ペッカ合わせていって、まあ、ヒーラーがないんでね、ただ、防衛ポイズンだけで守れそうですね、これは。ゴーストからの工場ですね、ここは。え、捨てるんだこれ、マジ
鬼チンパン、鬼チンパン来ました、ありがとうございます。まあ、こんな感じでね、まあ、その程度のチンパンだったらね、まあ、俺は守れちゃうよって感じなんですけどね。まあ、こんな感じでマジャジャとかはね、結構遠くに出してあげるとね、巻き込まれ、トルネとかでね、巻き込まれにくいので、はい。あんまり、なんだろう、今トルネでね、ライドラとかの近くにね、マジャジャを出してるとスーって座れちゃうんで、ああいうトルネ持ちの相手とかには、このね、タワーの裏にマジャジャを出すと、そうですね、結構こういう感じで、マジャジャが残るんですよ。1体目のこの体力半分のマジャジャいるじゃないですか。これが、結構そのずーっと仕事してたんですね、後ろでピッピッピッピやって、大体もトルネで吸おうとしたけど、もうタワーの裏にいるんで吸えないんですよ。そう、吸えないんで、この位置に出してあげると防衛しながらしかもね守れる、相手の攻撃から最強のマジャチョです。はい、そんな感じでどんどんやっていきましょう。まあ、ただね、エレキとかね、若干やっぱマジャチョに比べると射程が少ないので、そうですね、あんまりタワーの裏に出してもそんな意味はないかなという感じですね。で、さっきね、その工場とゴースト逆性出したじゃないですか。あれは、相手がね、相手に完全に、守らせて、完全、攻撃でね、完全な形を作られないようにしたんですけど、相手がね、結構、なんだろう、ファンキーなね、無視をしてきたんで、HH な感じになっちゃいましたね。とりあえず、そんな感じで、まあ、こういう時はね、工場とかもね、バンバン受けに使っちゃっていいですね。はい。頼む、受けろよ、受ける？大丈夫だな。あ！ちょっと待って。それは違う。まあ、これはもうね、ペッカ出しちゃいます。はい。で、ここで、ホグ、逆サイホグ来てもね、U ので守れるんで、こういう時にはね、ペッカ出しちゃっていいですね。バシと。で、最初のホグに、ゴーストと、エレキで守ったんですけど、基本ホグは、あんまね、序盤にダメージ食らいたくないんで、2枚で守ることをおすすめします。はい。で、こんな感じで、まあ、あ、こいつ外してるし。おっといけ。まあ、とりあえずね、こんな感じですね。で、大砲が消える塩梅の時に、よいしょ。工場ね、ぶん流してあげて、まあ、次ね、ホグが来たらエレキで守ってあげるよーっていうね、姿勢を見せてあげながら、でこれ多分、スキアイスピ来るんで、はい。マジャチャで、こんな感じでね、細かいのでね、建物がなくて細かいのしかないよーって時はね、こういう感じでぶっ破してあげるとね、相手は結構守りにくくなります。で、こういう時も、ザップをね、打ち込んであげて、いうのを活かしてあげると。はい。そんな感じですね。で、あんまりね、攻撃に、こういう時にゴーストバーンとか出した時に、逆サイのホグとね、被ると良くないので、こういう時は一回エリを温存して、ゴーストとかまた後ろからね、流してで、ホグを守ってから、ケツペッカーですね。よいしょ。OK。こういう時に、まあ、ホグ一発でね、抑えられるんですよ。2枚だと。そうなんで、2枚で、こうやって2枚で守るか、まあ、それかまた、なんだろう、ホグ。で、こういう時にね、マジアチャが軽く低いじゃないですか。1体に対しては。なんで、マジアチャね、こうやって出して、言うのだけね、言うのだけ温存します。よいしょ。あー、痛い。相手ファイボ切ったんで、これはもう、ラッシュタイムですね。ファイボ切った後は、両サイド、ラッシャーマンで、いきます。よいしょ。オッケー。ゴー。まあ、こんな感じですね。まあ、26相手はね、こんな感じで結構勝てるので。よいしょ。はい。ちょっとね。まあ、そんな感じですね。そう。まあ、基本的には、ゴーストとか、ゴーストエレキとか、U のエレキとかで守ると、エレキプラス1枚ですね。で、守ると、ホグが完封できるんで、その、絶対ね、序盤はダメージを抑えた方がいいです。あんま攻撃とかね、そんな入れなくてもいいんで、序盤はダメージを抑えることが大事。で、2倍見てに入ったら、そうですね。まあ、ホグを守るまで、後ろからゴースト出したり、マジアチャ出したりね。そういう、まあ、ゴーストとマジアチャは、火力が低いんで、ホグ、3発食らっちゃうんですよ。防衛に1体だけだとね。なんで、ユーノは2発で抑えられて、エレキは1発で抑えられて、ペッカは早く出せばノーダメでね、防げるんで、そうやってホグに対して火力の高いカードを手元に残しつつ、いらないカードはね、ザップをね、適当にパーンって打ったりとか、まあ、あと、そうですね。マジアチャとかゴースト後ろから出して、相手のホグを待って、倒してからさっきみたいにケツペッカジャギーンってやると、大ガウンターいけます。相手がね、そのケツペッカに対してホグ飛ばしてきたんですけど、
あれもね、相手がね、多分やることがないんですね。もう逆サイに飛ばしてもどうせ削れんし、どうせ行くしかねえや、つって飛ばしてきたんだけど、そこにまあ、パチコーンと行ってやったって感じですね。まあ、とりあえずそんな感じですね。とりあえず、まあ、後ろから出すのは、工場かゴーズとか。まあ、俺は工場派ですね。工場はね、結構建物がないとね、2枚以上引き出してたりするんです。あ、これは違う。これは違う。もうこんな感じで逆サイ振っていって取るね。おー、びっくりした。よいしょよいしょ。そんな感じ。あー、やばい、それはやばい。あー、これ終わった。やばい、これマジアチャまで行かれるわ。最悪だー、これやばい。まあ、これはね、ちょっと、くっそ。ダメなレールです、これは。すいません。あー、解説したかったのに。待てよ、でもここはまだスパーキー、ゴースト工場ですね。こういうスパーキーとかが、まだね、来ないときにゴースト工場してあげると。で、絶対ここは、OK。これ相手ね、今、エリポン置いて4エリで、これ10エリ使ってるんで、こういうとこにユーナとかを追加してあげると、エリポン置いた後とかね、血剤した後とか結構こうやって好きになるので、はい。好きにって感じですね。とりあえずこんな感じで1本折って、ただここにポイズン打っちゃうと、次ね、ガゴ群れにぶち抜かれてしまうので、まあ、エレキ出して、そうですね。難しいですね。ここは。はいはいはい、まあ、ここはでもよいしょ、延命こうやってねしてあげて、マジアチャペッカの形をね作ってあげます。でこれはザップ間に合う。ああちょっと待って、ダメだ、寝てる。オッケーオッケー。でこうやって一回落ち着いた時は後ろからマジアチャを出して、またねあのゆっくりしてあげる感じですね。はいはい。でこうやってまたね、マジアチャペッカの形を作ります。よいしょ。そうするとね、ガゴ群れとかにもね結構強いので、よいしょ。でこれで相手は多分ね、同サイスパーキー来るんで、ちゃっちゃ工場つけちゃいますね。工場で一回このスパーキーに、ね、ターゲットが移るので、ガイーンと、はいはい、まあこんな感じ。いやでもこれ難しいな、これやべえ、難しいかも。このスパーキー相手はね、難しいんですよね。さっきみたいに一発折られても、スパーキーとかが、スパーキーって6コースで、ジャイも5コースなんですよ。で重いんで、スパーキーでああやって、うわー、タワー折られたってなって萎えるんですけど、その後がめちゃくちゃ攻撃が刺さりやすいんですね。なんで、まあミニペとか切ってたっていうのは相手はあるんですけど、そのね、エリポンを置いたとかね、そういうまあ、大きい、なんだろう、コストのでかいカードがね、残りやすいんですよね。相手は最初に、ガゴムレ、スパーキー、ミニペ、ジャイを切ったんで、もう手元がレイジ、ウィザード、このダクプリ、あとエリポンですね、とかになってたんで、結構ね、そういう、なんだろう、重くなるんですよ、手札がめちゃくちゃ。なんで、あの、スパーキー守った後は結構回らない、2周目のスパーキーが。だからこそ、端前でゴーストを出して、工場を出して、もうガン攻めですね。俺も勇気のガン攻めで折っていくって感じですね。うん。で、これ、ガゴ群れとか持ってる相手に対しては、後ろから出したマジアチャの前にね、ペッカをつけてあげると、ジャイを縛いた後にね、その、相手が守りにくいんですよ。めちゃくちゃマジアチャついてると、相手はガゴ群れ出せないんで、どうやってマジアチャ出そうかなって、こうやって考えてるうちに、結構ね、攻め込まれちゃうみたいな、相手からするとね。そんな感じですね。はい。って感じで、ペッカですね。いや、結構、まあ、基本ですけど、まあ、全部ね、全部の立ち回りを一本の動画でっていうのはちょっと難しいんですけど、まあ、枯渇とかね、引けたらまた解説したいなと思います。好評だったらね、また続けたいと思うんでね、もしよければね、コメントと高評価よろしくお願いします。逆に、こういう解説よりも実況が見たいっていう、そういうなんだろう、他のが見たいっていうコメントもね、ぜひね、あったらね、入れてほしいです。ということで今日はこの辺で終わります。バイバイ。